橋本百造は、日本の美術賞、銀座の画廊月光層創業者、橋本平蔵の子、月光層社長。副社長時代、1967年、印刷会社経営者の中村洋子を月光層の経営に引き込む。自らは、会長となり、洋子を社長とし、1970年代中期から、画廊ビジネスや不動産業などを大きく展開し、 生在会を巻き込んで一時期は成功した。銀座月光総ビル地下1階に、限定会員制アートクラブ、サロンドクレールを開設し、そのサロンには、松山もすけ、小山五郎、大達よ小道寺を、北浦喜一郎、長野茂雄、竹見太郎、谷村博士、小前健一郎、渡辺翔吾、斉藤英志郎、岡田茂雄、金正筆、松前茂吉、 戦争室、三島幸雄、浅利啓太、藍沢秀幸、中曽根康弘、石田博秀、延長寺二郎、鴨門康夫といった財界人や文化人が集まった。一方で、月光層の資金源として、浅田光つや、森下康、同北見義郎、小谷光弘といった闇人脈が関与していたことも指摘されている。1980年代後半、 イタリア政府を巻き込んだ絵画の詐欺事件でスキャンダルに発展。1989年、約200億円の負債を抱えて倒産。1990年、業務上横領容疑で東京地検特捜部に逮捕される。ありがとうございます。